マサー君、川崎が今季苦戦の理由知りたい。ほとんどあれですよ。見てる回数少ないですけど、僕が見てるときは、サイドバック低い位置で張りすぎる、結果プレスはまりやすくなる、人の技術でなんとかするっていうのと、あと今日、まあ、レオザ学園のデータ分析やってくれて、柏崎くんが、まあ、ブログっていうか、ツイッターで上げてて、あ、やっぱそうなんだと思ったのが、運動量多いチームに、勝ち点を落としてると。運動量多いチームって、まあ前からプレスかけるチームが多いですから、前からのプレスに対して配置整ってなくて、きちんと繋ごうとすると、結果奪われてショートカウンターっていうのが多くなる。だからこういう理由かなというふうに、まあ、今僕が持ってる情報だと推測してこうなりますね。あとはまあ、鬼木さんというか川崎の辛いところは、いいチーム作っていい選手がね、成長していくから、まあ主力選手がどんどん抜けてって何回も作り直さなきゃいけないっていう。その辺はこうかわいそうだなって思いますね。貫いた自分束の間の金